民間の雇用サービス会社 ADP が発表した去年12月の民間雇用者数は、前の月より20万2千人増え、市場予想も上回りました。また、11月分も情報修正されました。ADP はすべての規模の企業で雇用は顕著に伸びていると分析しています。